そうだね。実を言えば僕もヘトヘトだよ。またあなたたちですか？これ以上首を突っ込まれると邪魔なんです。そんな言い方はないでしょ。口が動いたよ。え、本当に？彼女は生きている。早く助けないと。ありがとうございました。刑事さん、いえ、当然のことをしただけですから。そんなことありません。あなたたちのおかげです。そうでしょ、そうでしょ。これで私たちが邪魔者なんかじゃないってことがよーく分かったんじゃないの？はい。いつまでそうしてるつもりなの、橘さん。
立花？あなた、ひょっとして立花美也子さんじゃありませんか？え？そうですけど、一体…やっぱり直人様のおっしゃってた通りの方です。直人様？ひょっとして知り合い？でも、直人さんって立花さんのいとこのことだよね。ミステリーにすごく詳しい。はじめまして。私、風間美和子と申します。先ほどは直人様のいとこであらせられまするとも知らずにお失礼いたしました。あの直人さんの知り合いの方ですか？ナオト様の幼なじみで、以前からこの学校にいとこの方が通っていらっしゃるとずっとお聞きしておりました。じゃあ美和子さん、お願いがあるんですけど。何でしょう？これから事件で分かったことをこっそり教えてくれません？いくらなんでもそれは。分かりました。他ならぬ直人様のいとこさんの頼みですから。いつでもおっしゃってください。私はこれから署の方に報告をしなくてはいけないので。それでは直人様にくれぐれもよろしく。これは魔法陣よね、どう見ても。桃井君、珍しいものを見つけたようね。魔法陣。そういえば最初の事件の被害者も怪しげなそれ系のネックレスをしていたそうね。いわゆる魔法陣つながりってやつかしら。
ちょっと私たちが見つけた遺留品勝手に見ないでくれる？そっちとこっちは仮にも勝負してるのよ。いいわ、もう記憶したから。な、な、何よあの態度！いい、めぐるくん、絶対あんな女に負けられないわよ。そうだね。明るくておしゃべりが得意な女の子、むしろ誰からも好かれるように思えるけど、ま、とにかく聞き込みを続けましょう。明るくていい子だったよ。彼女が恨まれるなんて信じられない。何かの間違いじゃ。ああ、もうそんな証言ばっかり。聞けば聞くほど訳が分からなくなってくるわ。いい？生き埋めよ生き埋め。波の怨恨程度じゃあんな狙われ方しないわ。には深くてドロドロっとした動機があるはずなのよ。間違っても通り魔的な犯罪じゃない。それなのにどうして犯人が彼女を狙った理由が被害者側から全然出てこないのよ。でもストーカー犯罪みたく、ただ魅力的だっていう理由だけで一方的に狙われる場合もあるし。最初の被害者は容疑者候補が多すぎて、今度は全くいない。うまくいかないものね。このままただ何も考えず聞き込みをしていてもダメだと思う。これじゃ同じことの繰り返しだよ。そうね、どうしよう。忍の方はどうなってるのかな。え、なんであの子のことが気になるのよ。あ、いや、忍はどこまで進んでるのかなって思っただけじゃない。あのね、分かってる？あっちは敵なのよ、敵。少しでもリードしなくちゃいけないのに、そんなこと考えてる場合じゃないでしょ。でも相手がどのくらい進んでるか偵察に行くっていうのも重要なことだと思うけど、どんな勝負でも相手の力がわからなければ対策も立てようがないでしょ。
かったわよ。でもあくまでも偵察だから、偵察。はいはい。忍、いないの？留守みたい。無駄足だったってことね。ごめん。ああ、助手を信じた私がいけなかったんだわ。まあいいや、部屋に戻るわよ。こうしてても時間がもったいないわね。うん、そうだね。仕方ないから、真由美先生に頼まれていた依頼、先に済ませちゃう？先生には、いろいろと協力してもらっちゃってるし。そうだね。自分だけじゃ餌も取れないような子供だし、あんまり時間がかかるのも良くないよね。掛け持ち捜査だなんて随分と余裕あるのね。それで私に勝てるつもり？それは忍さん、今度は何しに来たの？借りがあるのは嫌だから返しに来たわ。借りって何のことよ。二人目の被害者、北山雅美の近くにあった魔法陣、あなたたちに見せてもらったでしょ。だから引き換えに情報を持ってきたの。それはわざわざご親切にどうも。で、何なのその情報って。いい、よく聞きなさい。あなたたちがそうやってグズグズしている間に、次の殺人が起こるわよ。え？次の殺人？忍、教えてくれないか。なんでまた殺人が起こるってわかるんだ？順を追って説明するわ。例の魔法陣の図柄、覚えてる？え？ああ、これのこと？裏に大天使ウリエルの名前が書いてあったでしょ。この魔法陣は通称タリズマンといって、本来お守りの道具として使われるの。これは大天使ウリエルのタリズマンよ。ほら、このページのここ、桃井くんが写した魔法陣と図柄がそっくりでしょ。この本によれば、本来
天使の力はお守りになるみたい。でもその力を反転、つまり逆さまに書き写すことで魔法陣を邪悪な呪いをもたらすものに変えることができるらしいわ。じゃあつまり犯人はマサミさんにウリエルの呪いをかけようとしていたの？せっかちね。話はまだ終わっていないわ。まず魔術の基本的な部分から説明するわ。魔術の世界では簡単に言ってしまうと、この世界のありとあらゆるものは地、水、火、風の四大元素でできていると考えられている。そしてこの四元素の力を守護していると言われているのが四大天使なの。その名も大天使ミカエル、以下同じくラファエル、ガブリエル、そしてさっき名前の出てきたウリエルよ。でもミカエルは火、ウリエルは地の力を魔術の実行者に与えてくれる。へえ、そうなんだ。ここで思い出して、二人の被害者の狙われ方を。あ、火と土だ。二人は魔術の力で呪い殺されちゃったっていうの？いくらなんでもあまりにも非現実的だわ。それにウリエルはいいとして、最初のユイチロウさん、大天使ミカエルの名前がついてるものなんて何も持っていなかったじゃない。立花さん、ユイチロウ先輩が好きで持ち歩いていたネックレス覚えてる？確かミシェルとかいうロックバンドのでしょ？ミシェルはフランス語だよ。英語ではマイケル、ロシア語ではミハイル、みんな同じ意味の単語さ。そしてラテン語読みはミカエル。私も呪術や魔術が本当にこの世にあるなんて思っていない。いいえ、世界には科学で解明できないことはあるかもしれないけれど、少なくとも今回の事件は四大天使になぞらえた見立て殺人よ。見立て殺人？四大天使の呪いになぞらえて被害者を殺害していくことで、まだ生きている次なる標的に多大な恐怖と苦痛を植え付けていく。次はお前の番だとね。どうやらこの事件の犯人は、すでに亡くなった被害者たちとこれから現れるであろう被害者たちに相当な恨みを抱いているようね。これから現れるであろう被害者。ちょっと待って、まさか。ようやく分かったようね。そう、死を呼ぶ大天使はあと二人残っている。風の大天使ラファエルと水の大天使ガブリエル。ずいぶんショックだった。こんなことにも気づかないなんて、やっぱり二人きりの弱小クラブじゃそのあたりは限界かしら。何よ、
こっちが二人だけの弱小クラブなら、そっちなんて一人ぼっちじゃない。私は一人で十分よ。実際、この見立て殺人に気がついたわ。じゃ、これで借りは返したから。くー、なんなのよあの子は。私一人で十分よなんて絶対強がりに決まってるわ。まあ、あんな性格じゃ手伝おうとする人もいないだろうけどね。はあ。何情けない声出してるのよ。絶対負けないんだから。わかった、めぐるくん。そうと決まれば、何が何でもあの子以上の情報を集めてやるわ。新聞よ新聞、学園の全生徒から情報を手に入れるのよ。いつも思うんだけど、明日の朝でもいいじゃない。気味悪いし。何言ってるのよ。朝みんなが登校してきた時、ババーンと新聞が貼ってあった方がインパクトが強いでしょ。そうかもしれないけどさ。じゃあ私、あっちの端から貼ってくから、そっちへお願いね。しょうがない、さっさと終わらせるか。橘さん、こっちは終わったよ。立花さん、立花さん、いないの？